バトリングタイム第26部、始まります。カーネルとの試合当日からスタートです。4日も姿を現さなかったシェード。一体、彼はどこへ行ったのか。オープニング曲をバックにハムウェイを歩く何者か。いや、我々はあの黒スーツ白シャツ男を知っている。シェード、ボロボロの服と垂れる話は、いかなる事件の当初か。キャニオンボルトが告げた期日は今日いっぱい。失敗ならばもう他に手立てはない。おう、見よ、その姿、その笑み、間違いない。それは成し遂げた男の顔であった。シェード・ドミニク、B1 マネージャーは、試合を取り付けて舞い戻ったのだ。ハンガーにつき試合だと告げ、そのままダウン。悪魔払いの時に言っていた、悪魔とは二度と取引しない。誰と取引し、どんな手ひどい仕打ちを受けたのか。過去に浸っている時間はない。起き上がったシェードは、そのまま試合の準備へ動き出す。では挨拶回り。ボロボロに泣くと敬意はあえて聞かないが、よくぞ約束を守った。ありがとうよと珍しく感謝するワンコ。ゲームとして過程を省略しつつ、男同士仕事の結果だけを評価する形に収めるスタイル。かつてシェードを毛嫌いしていたことを考えると、チームの絆の高まり、感じるんでしたよね。すでに信頼度マックスのレパートは特に変化なし。今日もやることは変わらねえ。殴る、勝つ。ネブラスカちゃんも若干不安だったのか、それともボロボロの服装を見て心配していたのか。アケパラでお金徴収。適当に集めてるので、合ってるんだかないんだか。いずれにせよ黒字まであと少し。頑張んべ。挨拶回り終了。さあ、鋼鉄のカウボーイに秘術をかけろ。魔法使いたちの時間だオラー。Okay, people. It's witch time. As always, Annie Z coming in with the last minute goods. Let's get this show on the road. I got some news for you.シェードの仕事はここまで。ここから先はデュークとゾーイ、そしてレパードの仕事。伝説的選手でなんぼのもんじゃい。引退表明した老兵なんぞ、ひとひねりにしてやっぜ。運搬はナショレジから再びホックに変更。またやかましくなりそうだわい。ビーチ旅行も大会に勝たなきゃ意味がない。そう言われても何のことやらさっぱりのシェード。慈悲でついてくるんだねと言われますが、ネブラスカちゃんは真っ先にシェード誘うんじゃないかな。そして、定位置をレパードのそばに変えたメイ。シェード相手には普通に喋れるのに通して、情報担当としてカーネルのことを報告するネブラスカちゃん。と言っても戦闘に関することではなく、パイロットネームの由来。何でも山で敵と戦闘中、味方部隊に見捨てられ、火をつけられるも雨で助かり、稲妻に撃たれたり地雷踏んだり機体に潰されたり、ケツを蛇に噛まれたり、散々な目に遭ったがため。なお自伝によるとそれらはベトナム戦争の話。その頃にメカなんかいるわけないだろ。いや実際どうかはわかりませんけどね。最近になって急速に普及したってわけじゃなさそうだし。じゃあホックに乗っけてもらいましょう。パーツはキャニオンボルト戦から変更なし。ほら行くぞ。ホックはノリノリで帰還したぜと言いますが、食べ放題飲み放題の楽園を知った面々はしょげ返る。ちゃんとラジオが流れ、うまいもんが食えるトラック。それに比べてホックの案内はやかましくていけない。対戦よろしくお願いします。第13試合。レパードがカルア無冠の大器カウボーイ。対するはランク第5位の老兵カーネル。カルア堅牢重質量タンク。領有1につき。いざ電気前進。どうせあの大会が目当てなんだろうな。口先だけのバカじゃないと証明してみな。余裕たっぷりの老兵カーネル。では先手を取らせてもらおうか。いつも通り中央移動。ナイトイーターで狙うわ。アーマー40の胴体。15削りの60。さあもう一丁。15削って75ダメ。アーマー残り10、HP 215。レッドロックに押し込んでターン終了。タンクは3ターンガードを発動しアーマー上乗せ25。一歩進んで。ヘビーパンチ。さらに80ダメージ。なかなか痛いじゃない。ここでタンクは行動終了。吹き
人出しもなければ移動力も乏しい。鈍銃機体の弱点にたり、レッドロック上乗せ分でアーマー削りは不要と判断。画面端で攻めまくれ。アサルト発動。理系、ハートブレイクショット。サオン残り85。マネーメーカーできっちり破壊できますね。ここでカーネルがシェードについて言及。24時間べったりくっつき試合してくれと要求。殴っても蹴っても離れずついにこんだけ。なんたるご利用し。今夜はデートの予定だった。それもなかなか首を縦に振らないゼルサイトヌだぞとゴリッ。自分で話題振ってきたのに。ママヤーロ、小難しい大人の事情は後にしてちょうだい。タンクの質量に任せたグリーンホールパンチ。全身に35ダメージ。まだまだいける。再びヘビーパンチ。頭部直撃。頭が壊れると攻撃が全てランダムになってしまう。回復すべきは頭か攻撃のサワンか。サワン優先。頭に睨んでこないことをお祈り。レッドロックに押し込み、マネーメーカーアッパー。サワン粉砕。あとは胴体をボコボコに殴るのみ。110ダメを与えて残り105。さあ俳句を読むがいい。カーネルさん、俺は何年もかけてランクを上げたが、あいつはわずか2ヶ月でトップランクまでお前たちを押し上げた。だがそれでもバトリングの方が女を口説くより簡単だぞと大先輩の助言。そうかな。そうかも。壊れたサワンを修理するもすでに手遅れ。ガードが発動できねば盾に意味などないわ。お願い頭殴らないで。ウアにヒット、勝利確定。お疲れちゃん。あとはどこに当たっても問題なし。次ターン、アサルトついたパンチで粉砕だ。レッドロックに押し込んで、マネーメーカーアッパー。ゲームに喪失。対戦ありがとうございました。第5位に勝っても1000円、スキル1つ7000円、時代にせちがれーな。しょうもない理由で異世界が起こり、終わらせるのは素直。恋も戦争も似たようなものね。世界中に速報が駆け巡り、あのカーネルが倒され、ネパードが世界5位に浮上。世界最強を決める決勝大会、ファイナルフォートナイトの選手10人に正式決定。といったところで、今回は終了です。次回、46日目。それでは皆さん、お達者で。